始まりましたテニス部屋チャンネルよよということで今日は土井コーチに教わる第2回目の企画ということで、第1回目の企画ではテニスにおけるセオリーっていうのを4つ教えていただきました。まだ見てない方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。で、今回はその続きになります。一個一個のセオリーを深掘りしていくので、ぜひぜひお楽しみに。ということで今日もよろしくお願いします。土井コーチ、はい、お願いします。前回4つ教わったんですが、そのうちの1個目、ミスをしないテニスっていうのが一番大事な、一番優先順位の高い部分だっていうことで、ちょっとそこ深掘りさせていただきたいなと思っております。はい、そうですね、ミスは、まあ、どういう原因で起こるのかっていうところですけれども、まあ、自分の調子が悪いっていう時もありますし、はい、まあ、相手の調子がいいっていうところもあると思います。まずその試合の入りとしてミスをしないっていうのをまず1個目に持ってきた理由っていうのは、試合進めていって流れっていうのが試合の中であるので、まあ流れが相手に行ってしまってるなって時に、まあどんどん自分の強みを出すようなリスクを上げちゃうと、どんどん流れって行ってしまうんですね。なので、まあそのリスクをとにかくその少なくするために、まあミスをしないっていうのに試合の途中でも戻れるようにするっていうのが大事だなと思うので、優先順位の一番目に持ってきた理由というのはそこにあります。なるほど。何かあったらここにまず戻ってくると。そうですね、戻れる人は強いと思います。なるほど。テニスって結局ミスをするスポーツだと思ってるんですね。ミスは別にしてもいいと思うんです。ただミスをしたらその原因をしっかり探して、次に同じミスをしなければいいと思ってます、はい、同じミスを何回もする人は絶対勝てないと思うんで、サイドアウトしたら次はセンターに打てばサイドアウトはしない、はい、極端な例ですけど、まあ、そういうふうに同じミスをしない。なるほど、まあ、これはすごく大事です。ミス多い身としてはかなり気が楽になりましたやっぱそのテニスってこれから先ずっとマッシーさんの心の中に留めておいてほしいんですけど、ミスが起きるスポーツって考えておいてください、はい、もう絶対ミスは出るものです、はい、自分がミスしても相手のミスの数より、はい、自分のミスが上回らなければ、はい、まあ、勝てるわけですよね。とにかく自分のミスが出た時点で修正に、まあ、頭を使えるようにでほしいなと思います。ミスをそう修正するスポーツって思った方がいいです。なるほど。でその、まあ、原因をしっかり、まあ、分析っていうところまでいかなくていいんですけど、それをもとにミスを減らしていきましょうっていうところに入ります。はい、ミスを減らすにはっていうところで、まあ、さっきも言いましたけど、はい、同じ種類のミスをしないっていうのがまず大事かなと思うので、はいはい、ミスって大きく言って3種類、ネットとアウトと、はい、あとサイドアウト。なるほど。サイドアウトとアウトを分けたのは、基本的にテニスコートって縦に長いので、そんなにサイドに狙えませんよっていうところをまず意識しなきゃいけないので、だからサイドアウトとオーバーのアウト、こちらは分けて考えた方がいいかなと思います。でまあ、一番やっちゃいけないのはやっぱりネットミス、はい、これは一番ミスをしないっていう段階では一番やっちゃいけないミスかなと思います。はい、はい、そのちょっと理由をお伺いしたいんですが、やっぱたった1メートルですよね。そのところにボールを打ち込むっていうのはちょっとミスをしないっていうところからちょっと外れてくると思うんですね。なるほど。で、まあ、あとその修正っていう観点からいくと、ネットの上を通そうっていう修正点しかできないんですね。オーバーのアウトは、はい、まあそのネットの2倍の高さを通そうとか、はい、さっき4倍でアウトしたから3倍にしようとか、はい、まあ、そういう修正点が明確なので、はい、オーバーはまあまあいいと思います、はい、でサイドアウトは それこそ方向を変えれば修正はできると思うので、はい、まあ、ミスしてもちょっと修正は効くのかなと。はい、ただネットに関してはネットしないようにしようしか修正ができないので、うわ、はい、なんか、まあ、この段階ではっていう話ですけど、まあ、やっぱネットミスは、はい、まあ、必ずしないようにしたいですね。これちょっと私目から鱗なんですが、皆さんも同じですかねいや、このミスしないって意識して、私はしてたんですけど、あんまりそのミスに優先順位をつけてなくて、ネットミスも、まあ、バックアウトも、あ、ミスしたっていう反省だったんですけど、よくよく考えるとおっしゃる通りで、確かにネットが一番もったいないイメージはありました。相手が前に出てる時とかって、アウトボールも取ってくれる時とかあるじゃないですか。そうですね、まさにそうで、
やっぱ相手がボレーにいるときなんかはウォッチしてくれるかどうかってわからないじゃないですか。だからネットをとにかく越すことで一応相手のジャッジミスもまあ可能性を残せる。でもネットするともうかかった時点でルール上絶対にこっちのミスになるので、はい、だから絶対ネットは越した方がいいですね。うわー、これ相当深いな。次に行きましょうか。はい、はい。まあ、この反面のテニスコートっていうところですね、はい。まあ、どこがリスクが高いか分かりますか？これは私がドイコーチに打つときにどのゾーンに打つと私が危ないかっていう考え方でいいですかね。そうですね。サイドと深いところです。サイドと深いところ、まあ、ライン際みたいな感じですかね。そうですね。あのコートの端っこを狙うとずれてミスが出やすいっていうところでは、はい、リスクは高いと思うので、はいはいはい、その、答えは正解です。ありがとうございます。その黄色いスペースがまさに今マッシーさんがおっしゃったように、はい、サイドと、またベースラインギリギリのところは、はい、やっぱりリスクが高いです。はい、自分自身の狙った時の誤差って大体何メートルぐらいだと思いますか？そうですね、50センチ50センチぐらいなブレがあるのかな。結構精度が高いですね。誤差っていうのはもっと広いと思うんですけど、例えばこれ攻撃の場面と守りの場面とで誤差って変わってくると思うんですよ。ミスをしないっていう時は試合の始まりのところか、自分の調子が悪いからそのミスをしないって意識に戻ろうっていうしてる時なので、相手がいい時が多いんですね。だからちょっと劣勢の場面でっていうことを考えると誤差どのぐらいになりますか？それとも50センチじゃないと思うんですよね。半径1メートル50センチぐらいですかね。そうですね、まあ、2メートルって考えていいと思います。なるほど。はい、まあ、コートのサイズっていう話でいくと、例えばもう本当にラインギリギリに打ってしまうと、まあ、ラインの内側にも2メートル誤差が出てるけど、ラインの外側にも2メートル誤差が出るので、はい、まあ、確率 50% ですよね。そうすると、まあ、それだとミスをしないっていうのにはちょっと程遠い、まあ、ミスしないって言ったら確率もちろん 100% ですけど、それに近づけたいので、まあ、ラリーしてて大体2メートルってなったら、まあ、うち、サイドラインとか、そのベースラインの、まあ、2メートル内側。はい。まあ、これを狙いましょうっていうのが基本になります。なるほど。で、2メートルってどのぐらいかってわかりますか？1メートルの2倍なんで。はい。こんぐらいですね。例えば、その、テニスコートの、どの辺とか、はい、あのざっくりこの辺だろうっていう場所が分かれば、はい、そこ狙えばいいと思うんですよ。で、先にちょっと答えを言っちゃうと、はい、シングルスのコートってサイドラインからサイドラインまで8メートルちょっとなんですね。はい、単純に半径2メートルの円が入る場所って言ったら、はい、半面の、はい、まあ、半面だと4メートルですよね、はい、大体、はい、なので半面の真ん中に的を置けば、はい、はー、2メートル内側になります。なるほど、そんな中なんですね。そうです、むっちゃ中に感じます。まあ、もちろん攻めたい時とかはもうちょっと端っこ狙っていいと思いますけど、まあ、リスクを取りたくないっていう時なんかは、はい、どちらかというとやっぱ半面の真ん中を基準に考えれば2メートル内側になるので。なるほど。まあ、そこを狙うようなイメージを持っていただければいいかなと思います。はい、なるほど。この第一セオリーであるミスをしないっていうフェーズにおいてはそのぐらい結構考えちゃっていいってことですね、内側に。はい、そうですね。なるほど。はい、まあ、これで多分サイドラインのアウト、サイドアウトは減ってくるんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、リスクの少ないスペースを狙うの2つ目ですけど、まあ、相手コートのセンターに返すっていうのは、まあ、さっきの誤差が例えばもっと広いなっていうぐらい調子悪いなっていう時なんかはこういう考え方でいいと思います。はい、なるほど。とにかくセンター、まあ、はい、自分がクロスに打とうかストレートに打とうかって迷ってるのも、はい、もったいない、もうそんな余裕ない、それだけはもうセンター、まあ、浅くなんなければセンターはかなり有効だと思うので、はい、まあ、センターにとにかく狙って、で相手がセンターから打つことになればそんなに角度のついたボールは相手は打てないので、まあ、そういう面では自分のリスクは少ないかなと思います。はい、で、この3つ目っていうのがセンターベルトの上を狙うっていうのがあります。で、これかなり
使えるので、テニスコートってそのあれを中心に出来上がってますんで、はい、センターベルトの上っていうのは 91.4cm なんです、はい、でネットのポスト一番外側は 107cm なんですね。まあ、ボール2個ちょっと2個半ぐらいこう違いがある、はい、ネットの低いところを通せるっていうメリットと、まあ、あとはその勝手にクロスに飛んでいくんです。これは自分が半面の真ん中ぐらい右側からセンターベルトの上を通せば、はい、まあ、要はクロス、相手のフォア側のクロスに勝手に飛んでいくので、はい、これはよく使いました。なるほど。普通にこうバックに来たクロスをそのままセンターベルト狙うと同じ場所に返せるんですね。そうですね、もう自動的にこれ変えるので本当頭を使わなくて済むセオリーです。なるほど。その2番目のセンターコートセンターに返すと同じで、ちょっとこのミスを少なくするって言った時はなるべくシンプルにした方がいいみたいなところがあるんですよ。ああ、もうまさにそうです。難しいスポーツだからこそシンプルに考えないとどんどんやっぱドツボにはまっていくというか厳しくなってくるので、本当に厳しいな、調子が悪いな、調子出ないなとか、試合の入り方としてはクロスに打てばリカバーをしなくていいというか、ちょっと戻れば相手のボールに対してのポジションはもう整ってるんで、なんかむやみにストレートに打ってバックにとかやってしまうよりは、自分のポジションでもそういうリスクも少ないので、クロス狙ってちょっと戻ってまた来たらまたセンターベルト狙ってちょっと戻ってって繰り返して、で相手がストレート打ってきたらじゃあまた走りながらだけどセンターベルトの上を狙ってってやれば、まあ、もしかしたらストレートから来たのがうまくクロス側にカウンターになる可能性もあるので、こっちはそのセンターベルトを狙ってるだけなので、はい、勝手に相手が走らされるっていう、そういう状況も作ることはできます。なるほど、これすごいですね。これめちゃくちゃ使えます。これもう早くもう試合で試したくなってます。もう絶対ミスらんやんって今思ってます。これそのいいところはテニスコートの相手側のコートに狙いを定めるよりも圧倒的に近いところなんです、的が。まあ、もちろん近いところの的の方が狙いやすいですよね、はい、いやそうですよね、かなり使えると思います、はい、うお、これはすごいな。ということでかなりものすごいためになる内容をお伺いできたんですが、ちょっと早速ここら辺を振り返るための動画っていうところに進みたいと思います。いやー、これちょっとネットにかけてしまってるんですが、今までこれが一番ダメなミスっていう認識がなかっただけでも結構なんか進歩したかなと思いました。これ今やってて、ね、一番ダメなやつってもうすぐ自分で突っ込みましたもんミスってやっぱ一括りにミスって思っちゃいけないと思ってて、こういうミスってやっぱ僕もよく言うのは相手にプレゼントするような感じのミスに当たると思うんですね、はいはい、やってもいいけどそれ以上やらないようにしたいですね。そうですね、確かに。次の動画をお願いします。ラリー長い頑張ってるんですが、全部フォアで打ちますね全部フォアっすね結構ああいう今追い込まれた最後のミスの時もあんま何も考えてなくて走らされてはネットぐらいな感じだったんですけど、ラリーをつなげてる、はい、途中でのミスというか、あまりその相手が攻めとか自分が攻め守りっていう状況があまりない、これからその攻め守りが分かれてくるだろうなってところでミスをしてしまった感じなので、これから面白いのにってところのミスをちょっと避けたいですね、はい、そうですね。いやー、でもこの時も多分センターベルト狙うっていう意識あったら多分ミスんなかった気がします。あー、なるほど。ということでちょっと私のミスの動画を見ていただいて、非常に今までのミスっていうのがもう今回の講座で問題だったなっていうのが分かったんですが、ちょっとこれを克服するための練習法みたいなのがあればぜひ教えていただきたくて。はい、そのミスをまずはしないっていうところで言うと、まずは、はい、まあ、ネットミスはしないっていうところはまず大事で、はい、まあ、その次にやっぱサイドアウトをしないっていうところが大事なので、はい、まあ、そのサイドアウトしないための練習として、はい、サイドラインから2メートル内側の場所に的を置いて
はい、でとにかくそこを狙ってそこから、まあ、ずれたとしても2メートル以内で収めるっていうような練習をしてみるのがいいかなと思います、はいはい、で2メートルって身近なもので測れるんですけど、だいたいテニスラケット3本分から、はい、まあ、5センチぐらい短くすれば2メートルになります、はい、なるほど。結構練習の時もすぐやれますね。すぐ、はい、測れます。例えば球出しでまず狙ってみるっていうのが段階的にはいい。でそれを、まあ、あとは慣れてきたらそのラリーの中でやってみる。で、まあ、あとはそれを例えばフォアサイドとバックサイド両方に置いといて、はい、例えば 2-1 の練習をやるときも、はい、そのサイドラインの内側をその的が置いてある場所にちゃんと飛んでいくようにしたりとか、そこの的を狙って、はい、2メートルずれてギリギリサイドに乗っかってるぐらいっていう、そういうずれ方なら OK だけど、はい、なんか狙いたくなっちゃってその的より外を、はい、ラインギリギリをもし狙ってしまったらそれはダメなミスっていう風に捉えていいのかなと思うので、はいはい、誤差があってもちゃんとそのミスが出ないようにするのが大事かなと思います。まあ、あとはセンターベルトを狙う練習ですよね。はい、センターベルトをとにかく狙うので、まあ、一面でこう走らされた時にでも、はい、とにかくセンターベルトを狙って、なるほど、はい、自動的にクロスに返すっていうような練習をしていくのがいいですし、はい、まあ、あとそのアプローチ、相手がアプローチとかで前に出てきた時に、はい、まあ、センターベルトを狙えば相手のボディになると思うので、はい、まあ、相手が前に出てきた1球目のパッシングはもうそこに狙うっていうのを決めておいてもいいのかなと思います。なるほど。でその状態からポイント練習、はい、まあ、それやってもいいのかなと思います。お、まずはそうですね、このセオリーを頭に入れて、はい、とにかくミスの種類を意識して、はい、やっちゃいけないミスとやっていいミスと、はい、まあ、それを修正できたかっていうのをチェックしながら、はい、こうやっていくのがいいのかなと思うので、はい、まあ、今のうちにこう頭の中は、まあ、完璧とまでいかないですけど、はい、まあ、そういう意識を忘れないようにしていただければいいかなと思います、はい、これ言いながら寝ます夜ミスをサイドアウトバックアウトの順でよくね、まあ、連呼しながらやっていきます。そうですねということで、むちゃむちゃ参考になりました。ありがとうございます。じゃあまたぜひ次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。